大谷28号特大本塁打。待望の一発にレジェンド大歓喜。これが見たかったんだ。ドジャースの大谷翔平選手が日本時間7日、本拠地ブルワーズ戦に1番 DH で先発出場。第5打席で4試合ぶりの一発となる28号ホームランを放ちました。30歳の誕生日を迎え、自己ワーストの6打席連続三振と振るわなかったものの、打って変わって今日は2打数2安打1本塁打1盗塁5出塁の大活躍。第4打席は3塁打も放ち、持ち味を存分に発揮する形となりました。初回に1点を先制されて迎えた第1打席は四球で歩き、続く2番スミスが驚異の4打席連続となるホームランで勝ち越しに成功。パヘスの内野ゴロの間にも1点を追加し、3点を奪ったものの、8回に同点に追いつかれた後のドジャースの攻撃、代打バルガスがホームランを放ち勝ち越しに成功すると、大谷選手の勝負を決める一振りで本塁打を叩き込み、ドジャースが5対3で勝利を勝ち取っています。これには米国のファンも、これが翔平だ、最高、少し遅れたが最高のバースデーアーチだ、おめでとう。数試合ホームランを打たないだけでショックを受ける僕たちはおかしいかもしれない、と大盛り上がり。試合後にはスミス選手も、僕はたまたま打てただけ、翔平のホームランは必然さ、彼はどんな球でも打つし、三振が続いた状況でもすぐにアジャストできる、本当にすごいと思ってる、と謙遜交じりに称賛。また大谷選手の28号ホームラン5出塁には、米テレビ局にライブ出演していたレジェンド OB たちも大興奮。待ちに待った待望の一発に対して感想を語っています。大谷28号にヤンキースのレジェンドコンビも大興奮。日米を驚かせるような28号ホームランを放った大谷選手にレジェンドたちも興奮が止まりません。メジャー通算696本のホームランを放ち、レンジャーズやヤンキースなどで活躍したアレックス・ロドリゲス氏、日本の野球ファンからは A ロッドの愛称で親しまれ、今もその功績が称えられるレジェンドですが、ドジャースで大活躍する大谷選手については、すでにチームの大黒柱、決して欠かせない存在になっていると興奮した様子で次のように述べています。大谷の一発が出るとチームは本当に活気づくね。見てればはっきりとわかるほどだ。チームメイトの闘志が燃えている様子がわかる。多くの主力選手が怪我で離脱する中、大谷はチームの精神的支柱として戦い続けている。特にムーキーが負傷者リストに入った後は、誰が代わりに一番を務めるのか多くの関心が寄せられた。それほどムーキーの存在は大きかったからね。しかしそんな逆境の中でも彼はプレッシャーに負けず、一番指名打者としてしっかりと役割を果たしている。忘れがちだけど、彼は移籍してまだ3ヶ月とちょっとだ。あまりにもチームの精神的支柱になっているから、ついついベテランだと勘違いしてしまうね。また技術だけでなくメンタルも、これ以上ないほど素晴らしいと絶賛。大谷は素晴らしい人間で強靭なメンタルを持っている。これは疑いようのない事実。何度も言うが、移籍直後であれほどの問題が起こった場合、大抵の選手であれば長期間プレーに支障が出る。でも大谷の場合は違う。最後まで柔軟に対応し続けた。このメンタルと対応力こそ彼の真骨頂と言える。純粋に野球と向き合う姿勢を改めて評価したロドリゲス氏ですが、同じくヤンキースの大物レジェンドデレク・ジーター氏も、米メディアのライブ番組内で大谷選手の活躍を大絶賛しています。今日も最高の打球だったね。何度見ても最高だ。つい先日、取材で試合前の練習風景を目にする機会があったが、その時はフリーバッティングの最中だった。まるでピンポン球を打っているかのように、打球は一直線にスタンドに飛んでいったよ。映像を通すのも、こうして間近で見るのも本当に楽しいんだ。エンゼルスにいた頃から彼の凄さは実感していたが、もはや表現する言葉が尽きてしまった。それに今後の調整次第ではもう一度投げる姿が見れるかもしれない。これまでも周りから批判されたり疑われるたびに、大谷は全ての常識を覆してきた。再び二刀流としてメジャーリーグを盛り上げることを信じて疑わないよ。
移籍後の大谷選手を絶賛してやまないヤンキースのレジェンドたちですが、かつてレッドソックスなどで活躍したデビッド・オルティス氏はファンを魅了する大谷選手の高い人間性も称賛しています。彼は人間性も素晴らしいんだ。メジャー通算541本塁打を放ち、史上最強の DH として名を馳せたデビッド・オルティス氏、同じく指名打者として活躍する大谷選手については次のように絶賛しました。彼のホームランは本当に素晴らしいよ。我々は時間がある限り翔平の話をして称賛し続けることができるが、先日クラブハウスで偶然彼に会ったんだ。翔平の方から駆け寄ってくれて、数分間他愛のない話をしたが、あの男は本当に謙虚だ。ドジャースで史上最高の契約を結び、打撃タイトルを制覇しようとしている男なのに謙虚なんだ。プレイヤーとして教えを受ける立場として接してくれる。そこが翔平の良いところなんだ。長い時間話すことはできなかったが、もし次の機会があればもっと話していたいね。多くのファンから愛される理由を今回直接話せたことでよく理解できたよ。また黄金期のブレーブスで長年にわたって活躍し、MLB 通算355勝を挙げた伝説的投手グレッグ・マダックス氏も米メディアの番組内で大谷選手の活躍ぶりを褒めたたえています。メジャーの長い歴史の中でも大谷ほどの選手は見たことがない。画面越しに見ているだけでワクワクするし、彼がホームランを打つたびに自分だったらこうしていたって配球や投げる場面を思わず想像してしまうんだ。今は怪我の影響でピッチングはできないみたいだけど、リハビリが順調に進んで再び投げることができればさらに進化した姿を見れると思う。まるで雲をつかむような存在になってしまったけど、大谷はまだまだ若い。これまでと似たような成績を残せれば殿堂入りどころかとんでもない存在になっているだろうね。これ以上の賛辞はないというほど大谷選手を絶賛するマダックス氏、改めて往年のレジェンドたちからも高い評価を受けていることが伝わってきます。彼は努力の天才だ。ドジャースに移籍後は主に指名打者として評価されている大谷選手ですが、サイ・ヤング賞7度を誇るレジェンドロジャー・クレメンス氏はひたむきに野球に打ち込む姿にも注目しています。よく勘違いされることだけど、大谷は決して才能だけでここまで来たプレイヤーではない。試合以外の舞台裏では大変なトレーニング量をこなしている。2度にわたる大手術の直後、打者として復帰するだけでも大変なことなんだ。ましてや今年はドジャースへの移籍初年度、ただでさえチームにアジャストするのが難しい中、ここまでの成績を残している。常人では到底成し得ないことを彼はやり遂げているんだ。その姿は見る者全てを感動させ、前を向く活力を与えてくれる。まさに偉人としか言いようがないよ。輝かしい成績や記録の裏では血の滲む努力が存在していると語るクレメンス氏。こうした大谷選手の努力を間近で見ることでドジャースの若手選手たちにも良い影響が期待できそうですね。皆さんは歴代のレジェンドたちが語る大谷選手のエピソードについてどのように感じましたか？ぜひ感想のコメントをいただけると幸いです。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。